夜空に月が昇る。それが私たちにとって戦いの合図だった。2024年から施行される医師の働き方改革に向けて集められた夜間救急専門医。夜間に運ばれてくる急患をバンバン受け入れて救う仕事。俺は上級医だ。お前らとは違う。要はただの夜間勤務だからな。まあみんな同期だしタメ子でいいよね。一番嫌いなタイプ。ナイトドクター指導医の本郷だ。こんな使えない連中しかいないのに無理ですよ。切らなきゃ患者は死ぬ。こんな患者と向き合う仕事俺には無理だ。強い腹痛を起こしショックになっています。患者の容態は。私に行かせてください。何もしないで見捨てることだけはしたくありません。この夏、知られざる夜の病院を舞台に人生をかけた5人の群像劇が幕を開ける。朝をさ、見せてあげたいんだよね。ナイトドクター、6月21日月曜夜9時スタート。立 TV 立式线上影视。